どうもこんにちは。今回はですね、ピッキングのコツを3つほど、紹介したいかと思います。ピッキングのフォームとかですね、ピッキングのやり方って正解はこれといってないんですけれども、こんなことを気をつけると、いいのかなっていうのを3つほど紹介したいかと思います。まず1つはですね、ピッキング以外にも言えるんですけれども、適度にこう力が抜けていることですね、余計な力が入らないこと、そうは言ってもですね、結構どう力を抜いたらいいかわからないっていう人が多いかと思うので、1個だけポイントを紹介すると、この親指ですね、こうピックアップの上とか弦の上に親指を乗せてこう2フィンガーすると思うんですけれども、この時に親指に力が入る人が多いです。普段はですね、結構練習の時は平気でも、ライブで力んでこう親指こう押し込んでしまうっていう人も結構多いんですね。で、こう親指って添えるだけで十分なんで、ほとんど力はかからないんですね。特にこの親指のこの付け根あたりの筋肉が、つったり、痛くなる人っていうのは力みすぎかなと思いますので、親指は、こう添えるだけですごく力が抜けている状態にするっていう、ここだけ気をつけると手全体の力が抜けたりしますので、この親指が力まないようにっていうのを気をつけていくっていうのが一つ目のコツです。で、二つ目のコツは、人差し指と中指はこの根元の関節から、行くようにするっていうのがコツです。イメージするとこういう状態で親指にこうくっつくような感じですかね。中指もこういう感じじゃなくて、この根元の関節から親指に向かっていくようなイメージですかね。で、こう親指をピックアップに乗せるとこういうようなピッキング、こうするとやりやすかったり、力みが少なくなったりするのかなと思います。で、3つ目はですね、この脱力とこの根元からっていうのが守れると、これが3つ目のコツなんですけれども、弦振動をですねコントロールしやすくなります。弦振動をコントロールというとすごい大それた、感じがするんですけれども、例えばこうやって弾くと、このピックアップに対してこう横に弦が今触れるんですけれども、少しこう押し込むようにしてあげると、こうカチッっていうこの弦とフレットが当たる音が聞こえると思うんです。ちょっと大げさにやるとこういう感じですかね。はい、これは、ピックアップに対してこうベースを見てこう縦に弦が振動したってことですよね。このフレットにこう弦が当たる音なんで、で、こういう横の振動と縦の振動をこう自在にコントロールして、こう例えば横にすると結構、こういう感じで少し、おとなしいような、ベースの音がするんですけども、縦振動にするとえー、少しこうカチカチ言って、激しいような、聞こえ方によって雑に聞こえたりもするんで注意が必要なんですけれども、ちょっとこうワイルドなテイストを出すことができます。こうちょっとこう押し込むようなピッキングですよね。それからこう横にこう振動させる、これが結構根元から行ってないとこのコントロールが難しいんですよね。こんな感じで、弦のですね、振動する方向、振動の比率っていうといいんですかね、こう横と縦の比率をどのくらいにするかっていうのをコントロールする、そういうようなイメージを持っていると、ピッキング、すごくいいピッキングが出てくるのかなと思います。フォームとかですね、ピッキングの仕方っていうのはもう本当に人それぞれ、正解はないので、そういう部分は、僕の動画でまだ僕が金髪だった時代にですね、上げているのがあったり、好きなベーシストを真似てみるといいのかなと思います。本当に、ね、正解がないので、なかなか、お伝えするのが難しい部分があります。まあ、それでも前の動画では、そんなこと言いつつ、こんなフォームでっていうのをお伝えしている動画があるので参考にしていただければと思いますけれども、今回の動画では、ピッキングのフォームというよりピッキングで考えるべきことっていうのを紹介してみましたので、ぜひ皆さん、参考にしていただければなと思います。